トルコ南部でマグニチュード7.8の地震が発生してから1日が過ぎ、トルコとシリアで合わせて4800人以上の死亡が確認されています。被災地では7日の朝を迎え、救助活動が続いています。トルコ国内では3381人の死亡が確認され、隣国のシリアでも1440人以上が死亡しました。 また両国合わせて1万6000人以上が負傷していますこうした中日本からの国際緊急援助隊の第二陣として警視庁の特殊救助隊など13人と救助犬4頭が今夜被災地に向かいますトルコで行方不明者の捜索や救助活動にあたるということです